しょう。あ、もしもし。もしもし。ウィービーム調査団なんですけれども、最近もしかしてウィービーム撃たれたりとかってしてるんですか？え、ウィービーム調査団？え、ちょっとウィービームわかんないんで教えてもらってもいいですかね？いや、なぜか角巻わためさんが、はい、わためという名なのに突然ウィーウィーしてきたというコメントに煽られて撃つビームのことですね。え、ちょっとよくわかんないな。え、そのビームってどういうビームですか？なんでしょうね、すっげー光線が出るんじゃないですかね。光線が出るんですか？知らないということは撃ってないっていうことですかね。あ、撃つもんなんですね。あ、そうなんです、ウィービームって撃つもんなんですよ。え、撃てますか、ちなみに？使い手じゃないんで、撃てないんですけど。あ、そうなんですか？もしかして、撃ち方をご存知ないですか？そうですね。え、調査団なのにわかんない。え、違う、タレコミが入ってきてですね、角巻わためという羊が定期的にウィービームという危ない光線を撃ってるというね。危ない光線なんですか？危ないですよ、街が破壊してるんですよ。なんて光線なんだ。一体誰だ、そんなことを告げ口したやつは。今なんかちらほら、ね、悪くないよねみたいなコメントが見えるんですけれども、まだ撃たれてないということで。そうですね、一度も撃ったことないですね。一度も？あ、おかしいな。あれ？おかしいな。ちょっと、見たことありますか？私は伝聞ベースというか、あんまり聞いたことしかないんですけど、見たことはないんですけれども。そうなんですか、聞いたことあるんですか？あ、聞いたことはありますね。ちょっと想像でいいんでやってみてもらってもいいですか？なんだこ、私はね、そんな能力ないのに打てないんです。いや、大丈夫です。打ってみてもらうだけで大丈夫です。ちなみにあなたは専門のビームはないんですか？専門のビーム？あなたしか打てないビームはないんですか？ちょっと考えてみてもらってもいいですか？わたビームとかウィビームよりわたビームの方が語彙がいいと思うんですけど、どうですか？もっとかっこいいのがいいの？じゃあ角巻きハイパースペシャルビームとかどうですか？もうかっこいいな。あ、じゃあそれで。ウィービームの代わりに合体した方がいいんじゃないかな。合体？うん、角巻きハイパーしぐれウィワタビーム。どんなだよ。もう二人で技打つのはそれはもうプリキュアなんよ。プリキュアなりませんか？あ、なるか。なろっか。二人はプリキュアということで、今回の調査ここで終わらせていただきます。終わっちゃった。最後に撃ってよ、撃ってよ。わたビーム、わたビームかい。はい、ということでね。ウィービーム調査団でしたんですけどもね、なんかちょっと恐ろしかったですね。最近わため私にちょっと好戦的じゃないですか。慣れてきたのかな。まあそんな感じなんですけども。わための方が一枚上手。そんなことないですけどね。いや、もう私はちょいちょいね、わためいとさんからタレコミいただいてますから、この動画で打ってましたよみたいな、いまだに来ますからね。全然打ってないっていうのは嘘ですからね。二人は浮気は、それもうわため要素ないやん。仲良くなったってことやね。まあそういうことですかね。まあ、距離感近くなれるのは大変嬉しいことなんですけれども。ウィママってバレてたぞ。いや、そんなことはないよ。ウィービーム調査団って言ったからバレてないはず。ウタビームありがとう。もう何でもいいんやん。なんだ、これが伏線として二人はプリキュアの曲を歌うことになるとは。いや、相手にはしぐれ浮いてバレてませんからね。